平成29年の問題児、カッコさんの問題です。死亡保険金額が初年度 S から毎年 0.02 ずつ低増、保険期間満了時に最終年度の死亡保険金額と同額の満期保険金を支払う X 歳加入保険料年払い前期払い組み、死亡保険金年度末支払い、保険期間30年の平準払いの累加養老保険、これを考えます。で、今下表の通り、次のスライドにありますけれども、その情報が与えられており、平準払いのこの累加養老保険の年払い準保険料、これが P1 に等しいとき、初年度死亡保険金額 S の値に最も近いものを求めるというような問題です。表がこのように与えられています。平準払いの養老保険、平準払いの提供権、で、先ほどの平準払い累加定期保険。で、それぞれの年払い準保険料が P1、P2、P3 というのが一番下にあります。で、ここで P1 と P2 の比、P1 と P3 の比が与えられています。では、回答に参りましょう。この累加養老保険というのは、このように、最初は保険金額 S からで、その後 0.02 ずつ低増。最終的には保険金額、最終年度の死亡保険金と生存保険金というのが S プラス 0.02×29 というふうになります。では、こんな感じで、赤いラインを引いてあげて、下の部分は S マイナス 0.02、上の部分が 0.02×30 というふうになります。で、この累加養老保険というのは、まず最初に、この全体、保険金額が S プラス 0.02×29 の養老保険というふうに考えて、そうすると、ちょっとこれは保険金額が高い部分があるので、次にこのように、保険金額は 0.02×30 の部分の定期保険を引いてあげます。そうすると、これでは引きすぎてしまうので、最終的に、保険金額は 0.02 から毎年 0.02 ずつ増加する累加定期保険。これを加えてあげることによって、この累加養老保険を作り出すことができるわけです。よって保険料の関係式というのは、この累加養老保険の保険料が問題文では、この P1 というふうに言ってますので、あとはそれぞれ、養老保険はこの S プラス 0.02×29 の養老保険の保険料はそれかける P1、 次2つ目のこの提供権は 0.02×30×P2、 最後の累加提供権は 0.02×P3 という形で保険料の関係式を出すことができます。では先ほどの式を S について解きたいので、両辺 P1 で割ってあげるとこのような式になります。これから S はこのように求まるんですが、この P1 と P2 の比、P1 と P3 の比というのは問題で与えられています。これを代入することによって、このように 0.45 というのは求まって、回答は C というふうに求まります。